ピラトゥス山は、スイスのルツェルンの近くにある山。オプバルデン準州、ニトバルデン準州、ルツェルン州にまたがっており、山頂は、オプバルデン準州に属している。複数の山頂を擁し、その中で一番標高が高いのがトムリスホールンの2132メートルである。フィアワルトシュテッテ湖に面するアルプナッハシュタットと、ピラトゥスの山頂駅となるピラトゥスクルムを結ぶ登山鉄道は、傾斜度最大 48% の世界一、急勾配のラックレール登山鉄道である。運行は5月から11月までで、積雪状況により毎年運行開始と終了日が変わる。ルツェルン近郊でピラトゥス山北側のふもとに位置するクリエンスからもピラトゥスクルムまで空中パノラマゴンドラと空中ケーブルが結んでいる。登山鉄道が運休する冬季でも、クリエンスからのルートを利用して、山頂駅まで上がることができる。ルツェルンアルプナッハシュタット間は鉄道、または湖船がルツェルンクリエンス間はバスが運行しているため、夏季はルツェルンから2つの異なるルートを利用して周遊することもできる。ピラトゥスの山頂駅であるピラトゥスクルムには、ホテルピラトゥスクルムとホテルベルビューの2軒の山岳ホテルがある。ホテルピラトゥスクルムは1890年に建てられた伝統の山岳ホテルで1999年から州の保全指定建造物になっている。ピラトゥスクルムからトムリスホルン山頂までハイキングコースが整備されており、中央スイス地方のプレアルプスやベルナーアルプスをはじめ数々の湖など360度の眺望が広がる。クリエンスピラトゥスクルム間の空中パノラマゴンドラと空中ケーブルの乗り換え駅となるフレックミュンテックには中央スイス地方で最大規模のザイルパーク、ピラトゥスザイルパークやスイス最長1350メートルの夏ソリがあり、大人から子供まで楽しめる場所として人気を博している。ピラトゥスの名前はイエスを処刑したとされる古代ローマの司令官ポンティウス・ピラトゥスにちなんでおり、ピラトゥスの亡霊がたどり着いたという伝説がある。そのため、中世はこの山に登ることは禁じられていた。また、別の伝説には、この山に大昔に竜が住んでいたというものもあり、竜はピラトゥス山のシンボルマークとなっている。ありがとうございます。